地域でも有名なお嬢様学校。じゃあね、バイバイ。顔面偏差値のレベルも高いが、女子校特有の男を寄せ付けない空気がさらに周りを一目置かせている。そんな場所に通う彼女らの中の一人、滝川ひな。今日はこれでおしまいか。何食わぬ顔で公園を後にするお嬢様。で、やばい、急がなきゃ。こんにちは。いらっしゃい。どうかした？息切らして。今日日直でさ、走って帰ってきたんだ。え、本当？急がせちゃってごめんね。いやいや、全然大丈夫。上がって上がって。ありがとう、お邪魔します。そう、滝川ひなは僕の彼女なのだ。ね、今日って図書館じゃなくて本当に大丈夫だった？あ、うん、ちょうど今日親が夜までいないから。あ、そうなんだ。とりあえず宿題と明日の予習まで済ませちゃおうか。そうだね。ひなちゃんとは半年前図書館で出会った。お嬢様なんて縁の遠い存在だったけど、一緒に勉強するうちに意気投合。付き合ってもうすぐ3ヶ月になる。僕はまだ公園での出来事を彼女に聞けずにいる。どうかした？聞けない、聞いちゃまずい。いやでも聞いて許されるのか。どうしよう。酸素が足りない状態で運動して肺活量を上げるっていうやつなんだけど、でもそれって下に降りてきて、何言ってんだろうね。あのね、ご両親が本当に遅くまで帰ってこないなら、私、いいよ。え？米津くん？え？実はさ、今、うちのトイレが壊れてて、駅のトイレでもいい？え？そうなの？それじゃあ、お家の人も困っちゃうね。原因は？その…あ、ほら、時間やばいでしょ。急ごう。きっとひなちゃん、本当は見てもらいたいんだけど、羞恥心が勝って一歩が踏み出せないだけなんだ。きっかけさえあれば見せてくれるはず。なぜなら、だって僕たち変態だもの。決まった。ねえ、これっていつもと違う道だよね。あっちの道工事中で今通れないんだよね。ごめんね、遠回りになっちゃって。遠い存在だったけど、一緒に勉強するうちに意気投合。付き合ってもうすぐ3ヶ月になる。僕はまだ公園での出来事を彼女に聞けずにいる。どうかした？聞けない。聞いちゃまずい。いやでも聞いて許されるのか。どうしよう。酸素が足りない状態で運動して肺活量を上げるっていうやつなんだけど、でもそれって下に降りてきて、何言ってんだろうね。あのね、ご両親が本当に遅くまで帰ってこないなら、私、いいよ。え？米津くん？え？あ、
実はさ、今うちのトイレが壊れてて、駅のトイレでもいい？え、そうなの？それじゃあ急がなきゃ。こんにちは。いらっしゃい。どうかした？息切らして。今日日直でさ、走って帰ってきたんだ。え、本当？急がせちゃってごめんね。いやいや、全然大丈夫。上がって上がって。ありがとう。お邪魔します。地域でも有名なお嬢様学校。顔面偏差値のレベルも高いが、女子校特有の男を寄せ付けない空気がさらに周りを一目置かせている。そんな場所に通う彼女らの中の一人、滝川ひな。今日はこれでおしまいか。何食わぬ顔で公園を後にするお嬢様で、やばい。そう、滝川ひなは僕の彼女なのだ。ね、今日って図書館じゃなくて本当に大丈夫だった？あ、うん、ちょうど今日親が夜までいないから。あ、そうなんだ。とりあえず宿題と明日の予習まで済ませちゃおうか。そうだね。ひなちゃんとは半年前図書館で出会った。お嬢様なんて縁の遠い。